はい、ネイティブインストゥルメンツマッシブの動画第2弾になります。前回はボイシングやらオシレーターやらを説明したと思うんですけども、今回ちょっとボイシングの残り左側ですね、こちらを説明したいと思います。下にモノレートというものがあります。これは何かっていうと、申請用語でですね、ポリって言われたらもうこう和音で鳴るよっていうモードなんですね。でモノって言われた場合は和音で弾いてもこういう風に単音でしか鳴らない、サイドに押された鍵盤が、残って鳴ってくれるっていうものなんですね。なのでこうベースラインとかに非常に向いていますかね。あとリードなどですね。でここをモノレートにしつつ、下をレガートトリラーに変えると。そうすると、で今例えば僕は左のドをですね、押さえたまま他の鍵盤を押すと、押したり離したりするとこういう風にですね、音程が滑らかにつながるよというのがこの機能になっています。でここを入れつつですね、よく使われているのがこの移動の時に音をゆっくり、音程を移動させてあげるっていう機能なんですけども、これがオシレータータブのこのグライド、このグライドになります。でこのタイムっていうのは弾いて次の鍵盤を弾く、この時にどのぐらい、時間をかけて音程を推移させるのっていうものなんですね。上げるとこういうサウンドになります。なんか聞いたことあるようなサウンドかなと思います。これをボイシングのモノレイとレガートトリラーの組み合わせでやると。そしてオシレーターのタブではですね、このタイムでその時間を決める。じゃあですね、実際にこれを例えばベースラインに取り入れるにはどうしたらいいかっていうと、要はどっかの1個鍵盤を押しとくのが大切なんですね。なのでつなげたい音をですね、こう重ねちゃえばいいんですね。で重ねておいてもモノなので同時になったり和音で鳴ることはないので、こういう効果になります。ちょっと短いかもしれません。こんな感じ、今上がったような感じになります。ただし今だとこのタイムがちょっと遅いので、上がる前に、上がりきる前に次の音って言っちゃったりとかしてますね。なのでここをちょっと聞きながら調整、こんな感じですかね。あとこの辺もつなげたいなとか、こうやって調整を入れていくと。でここもちょっとつなげてみましょうか。ここだけループさせておきましょう。こんな雰囲気を出すことができるんですね。ぜひここは覚えてほしいところです。そしてですね、まあこの音をもっともっとかっこよくしていきたいっていう意味で、オシレーターもう一個実はあるんですね。でこのモジュレーションオシレーターはですね、例えば1番の波形にこの違う波形をぶつけて音自体を変えてあげよう、音色自体を変えてあげようっていうものになるんですね。で実際こうサウンドをじゃあ作ってみましょう。でまあたくさんこうモードがあるんですけども、一番有名なのはこのフェーズですかね。よくFM シンセとも呼ばれてるんですけども、これがフェーズになります。で見てください、こう 1,2,3 ってあって、どこの、オシレーターに波形をぶつけて音色を変えるのってことですね。これ同時は選べないので 1,2,3、どれかに決めてあげると。まあ今メインのこう1番を変えてあげましょうか。でこの1番を選択する。でその後にどのぐらいの量をこの1番にぶつけるのってことになります。で実際これサウンドの変わり具合聞いてみましょう。上げてきますんで、こういう風になんかサウンドが回すたびにどんどん変化していくといった感じの効果で、右に行けば結構ギラギラしたこうブリブリした感じが出てくるとというのがフェーズで、言葉が変わったのが FM と言われるものですね。なかなかこのぐらいは面白いんじゃないかなと。でピッチってあります。どのぐらい細かい周期の波を一番にぶつけるのっていうことになりますんで、これでもものすごい音質が変わると。フェーズの量を真ん中に固定しつつ、この音程だけ変えてみましょうか。これ上げていけば上げていくほど音色が変わるかと思いきや違って、
こう1は半音で、やっぱりこれ音程とかと考え方が一緒で、1ってことは半音でぶつかるわけなんで、その分音色の変化が激しくなりますし、例えばこれ7、5度ですね、5度音とか12とかっていうのは割とこう音色が安定するっていうんでしょうか。でここ12から13に変えるとかなり激しくなる。で今7でもなかなか変わりすぎたなと思ったら、今度はこのフェーズの量を減らしてあげてっていうコントロールが必要ですね。で僕今気づいたんですけど、この、オシレーター2もやっぱりソートゥースにしたかったですね。スクエアになってました。じゃあこれでいきましょう。みたいな感じの派手なベースを作ることができると。でピッチに関してもその正確な7じゃなくて、少しだけやっぱこう動かすっていうオシレーターの応用みたいなこともできますね。でここまでが一応このモジュレーションオシレーターの説明で、で次回からはこのフィルター部分について解説していきたいと思います。このフィルターも音色を作る上でですね、すごい大切なものになってますんで、一緒にちょっと頑張っていけたらなと思います。はい、じゃあ今回もどうもありがとうございました。